2021年3月17日水曜日の木村淑子の気になる銘柄です。ただいまの収録時刻は当日の8時30分ですね。さてですね、今日は知ってると慌てない経済スケジュールと銘柄選びと題しましてお送りいたします。さて今日の動画の構成はですね、月刊木村淑子3月号の振り返りとですね、指標チェックですね、そして木村淑子の気になる銘柄昨日の振り返りです。そして今日のテーマ、経済スケジュールと銘柄選び、そして銘柄1、銘柄2と題しまして、お送りしてまいります。さてですね、月刊木村淑子3月号の振り返りです。月刊ではですね、次に3万円を超えた時どうするか、まあ、考えたいですねというお話をいたしました。まあ、ぼつぼつね、超えてきそうですよね。で、超えてきた時に油断すると、やっぱりまあ、やられちゃうことがあるので、まあ、あんまりね、3万円のたのたーって思ってる時が、意外と、この考えどころだってことをね、今一度振り返っておきたいと思います。さて、今見ていただいておりますのは、日経平均株価のですね、ゴールデンチャートの日足ですね。まあ、チャートの格好はですね、悪くないですよ。トレンドが崩れてるわけじゃないですね。移動平均線との株価とのですね、乖離がちょっとね、気になる程度で、まあ、そんなに悪い足取りではないと思います。で、こうした時はですね、もし何かガクッと下げてもですね、スピード調整で反発する可能性が十分ありますね。金融政策の緩和傾向が続いている限り、急反発する可能性があるので、押してもね、買い進んでいいと思うんですけれども、まあ、ただしですね、ちょっとやっぱり急激に上がってきたなという印象は免れませんね。こちら今見ていただいているのが週足ですね。そして、こちら、月足なんですけどね、このように急に上がってきたのは、足取りとしては、例えば過去のですね、1980年代の後半ですね、まあ、急に上がって、さらにまた上がって、で急落して、また反発して、そして最後の、1989年12月の 38,915 円87銭を迎えるわけですね。まあ、でもその2年ぐらい前からですね、もう外資はアメリカ並びに、欧米諸国はですね、日本に生産取引と言いましてね、オプションですとか、先物取引の制度を導入させてですね、まあ、十分外資が設けられるような環境をしつらえてから仕掛けてきましたからね。まあ、なので、今回ですね、まあ、今回もアベノミクスが始まって、その後も上がってですね、そして、政権が変わってからもこのように上がってきてるんですけど、まあ、何かね、外部環境、それから金融政策、大きな変化があればですね、またかつての来た道を通っていくと思いますけども、今のところですね、その仕掛けが何かわからないということですね。まあ、スピードが速い上げですから、急落っていうことがあっても、また金融政策が変わらない限り、急反発ということがあり得るという状況ですね。そして、原油価格、これ上昇してきておりますし、円安。過去、日経平均株価が急激に下がった時っていうのはですね、原油価格の上昇と、円安がセットになってきた時ですね。これがリーマンショックの前にありました。なので、そのことを考えながら、あと長期金利、これ上がったり下がったりしてますけども、この3点セットが揃い踏みになった時は怖いなと思いますね。また、バイデンさんと菅さんが会って何を密談するかですよね。まあ、公式会談だけでは絶対ないと私は思っています。なので、不測の事態ですね。まあ、対中強硬政策で何かあったり、また災害にね、用心をしたいと思いますね。今、菅さんの出身の省庁がぐらついてますよね。通信を扱ってる総務省ですね。まあ、なんかあると思います。さて、ここでですね、昨日の振り返りをしたいと思います。昨日ですね、火曜日号では、まあ、資産がある会社の不祥事は買いでいいんだという話をさせていただきました。9432ですね。日本電信電話、今国会に呼ばれてですね、社長がいろいろとボコボコにされてますけれども、まあ、資産がある会社の場合ですね、株価が不祥事で下がっても自社株買いしたりですね、まあ、その資産を狙って株主になりたいという方もいると思いますので、日本電信電話というね、作戦もありだなという話をさせていただきました。また、国策時流に乗る銘柄、こちらベイカレントの例を挙げまして、6532ですね。これも買いでいいんだというね、見方を示しました。そして、ベイカレントはね、高額株ですので、いっそ、もう少し手の届く交換できる君ですね。7695。
IPO ロックアップ明けに備え株価頑張るくん状態ですから、まあ、これもね買いたいなという話をさせていただきました。まあ、こんなところを受けましてですね、今日はですねテーマであります、この火曜日ですね FOMC、昨日の夜ですね、今日の未明ですね、そして、今日の夜ですね政策金利が決まって FRB 議長の記者会見があります。そして18日になりますと日銀金融政策決定会合があってですね、そして3月の19日、日銀の、総裁の定例会見と、そして、政策決定会合の政策金利発表があるほか、春闘ですしね、そして菅さんとバイデンさんの会談がありますので、まあ、こういうね割といろいろなイベント、いろんな言葉尻を捉えて相場を動かそうとする、そうした方たちの動きも勘案してですね、まあ、銘柄選び、こうした環境に強い銘柄選びをしていきたいなというふうに思います。まあ、例えばの例ですけれども、まあ、こうした難しい週、いろんな仕掛けがあるね、週はですね、一層手垢のついてないニューフェイスで勝負していくっていうね、そういう投資センスも大いにありだと思います。例えば3月16日、2つの会社がね、上場しました。一つは東証一部にウィングアークファーストというのが出てきましたね。そして、東証マザーズにはヒューマンクリエーションホールディングスですね。こちらも出てきました。そして、18日にはですね、アイプラグ、そして19日には2社ありますね、ココナラ、そして TSI、 こんなところですね、ちょっと挑戦していくといいますかね、手垢のついてない銘柄で、こうした難しい時期を乗り切っていくというねアイデアもありだと思います。まあ、ウィングアークファーストはですね、企業の情報の活用の促進をするソフトウェアおよびクラウドサービスの提供でして、まあいろんな文書管理ね、弁護士 .com なんかでも弁護士さんが便利がって使っているクラウドですね。まあ、こうした形の企業版ですね。文書管理のソリューション。あの書類がどこ行ったっていうのを探す時間っていうのはものすごくね、無駄だという考え方ありますよね。なので、まあ、ウィングアーク、いきなり東証一部に上場ですけども、公募価格決定が1590円、ロックアップ90日ありますので、まあ、面白いと思いますね。そしてですね、7361のヒューマンクリエーションホールディングス。こちらのシステムの開発保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業ですので、まあ、今 DX 進めていこうという会社のね、助っ人となりそうな感じですよね。さて、今日の気になる銘柄1ではですね、コード番号7433の白桃に注目してみました。こちらですね、買いやすい値段帯で1345円ですね。PR 連結予想ベースで13倍で割安です。また PBR もですね 0.6 倍で割安、買いやすい割安というところで選んでみました。半導体関連電子部品主力の商社ですね。そして2020年3月の売上は増収、経常利益は減益ですけれども、2021年3月期の売上経常利益は増収増益予想ですね。こちら見ていただきますと、50円配当、配当利回りは 3.72% ですね。こちらのですね、ホームページを見ていきますと、電子デバイス、電子コンポーネント、電気機器、そしてケミカル関連事業、化学薬品、化粧品などもやってるということですね。こちら、化学薬品、化粧品ですけれども、石油精製関連の防食剤ですね。そして汚れ防止剤、脱塩剤ですね。そして、重合禁止剤、そして紙っぱ関係の薬品もやってますね。泡を消すお薬ですとか、それから脱水状剤ですね、それから殺菌剤、防腐剤、こんなものも手掛けているというところですね。まあ、化粧品の OEM 提供もしているようですね。まあ、いろいろな切り口を持っている、主だっては電子部品商社ですね。そして、まあ、これを持っとかないともう話にならないんじゃないかなというふうに思いますね。株価展開は悪いですよ。かつて大幅分割をしましたからね。ですけれども、NTT データというのは国内最大のデータ通信会社でして、今何かと不祥事で取り上げられている日本電信電話が筆頭株主ですよね。この日本電信電話の筆頭株主である限り、まあ、なかなかその議決権に手を出せないわけですけども、それは外資はですね、国内最大のデータ通信会社、虎視眈々と安く買えるチャンス、あるいは支配権を奪いに来るチャンスを狙っていると思います。なので株価展開は悪いながら、NTT データは持っとくべき銘柄だと思いますね。9613ですね。こちら見ていきますとですね、ビッグデータ、
人工知能ですね、そしてブロックチェーンですね、そして顧客管理、セキュリティ認証、データセンターなどの事業分野に存在感がある会社です。まあ地味な会社ですけどね、 NTT データ今日はこれに注目してみたいと思います。ぜひですね、 IPO の上場したばっかりの銘柄、そして NTT データ、そして半導体使用者白桃などに誰かピンと来たものを研究してみていただければと思います。さて、いかがだったでしょうか。この動画は株式取引がある日の月曜日から金曜日の12時、お昼12時を公開目標にして日々更新しております。株式投資を通じて個人の資産運用、これが継続的に納得感を感じながら続けていけたらなという趣旨でお送りしております。皆様の投資のヒントとなりますと非常に嬉しいなと思います。ぜひですね、ご一緒に勉強していきたいと思っていますので、よかったらチャンネル登録もお願いいたします。また月の初めには月刊木村よしこ、そして月2回の更新を目標にしております木村よしこの経済都市伝説、そして近々本格的にアップしていこうと思っております木村よしこの妄想社会学などなどを通じましてですね、お金と個人の良い関係を探っていきたいと思っています。これからも引き続き動画のご視聴よろしくお願いいたします。それではチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また明日。